未来を変えたい、未来を良くしていきたいっていう大人こそですね、子供にしっかりと自分の思いを伝えるということが大切なんじゃないかなっていうことを僕は思っています。はい、皆さんこんにちは。ペンキアカの証言です。今日はですね、子供と向き合うっていうことはすごくいいことなんだよ。小さいことね、しっかりと向き合うと自分の心の中にある軸がしっかりしてくるんだよっていうことを話したいと思います。僕はアフリカのタンザニアのブンジ村に住んでいたんですけど、大人たちがね、子供と真剣に向き合うっていう瞬間をたくさん目にしました。で、ある日はですね、近所に住む3歳の女の子、ザイちゃんがお父さんにね、お医者さんになりたいって言った時がありました。僕どうするんかなと思ってたら、ザイちゃんのことをね、抱っこして、病院の院長先生のとこ連れて行ったんですよね。僕、嘘やろと思って、ここまでするんやと思って、びっくりしたんですけど、で、僕も一緒について行って、本当にね、村の小さな病院の院長先生なんですけど、院長先生のね、目の前に座って、で、自分の膝にね、ザイちゃんを置いて抱っこして、こう言うんですよね。院長先生、この子をお医者さんになりたいって言ったんやと。お願いがあると。どういう思いで病院を建てようと思ったのか、そしてどういう思いで患者さんと向き合ってるのか、それをこの子に話したってくれって言うんですよね。院長先生は、コンコンと話し終わった後に僕に言ってくれた言葉があって、この村では子供を小さい大人へと思えっていうことわざがあると。分からへんのはなくて、分かりやすく話さへんから分からへんやろ。って言うんですよね。で、子供に話をするのっていいことがあってって言われたのが、子供に話をするときって言葉を噛み砕くやろって、言葉を噛み砕けば噛み砕くほど自分の心の中にある医者っていう仕事に対しての軸はしっかりするんやでって、だから子供に話すんでしょっていうことを言うんですよね。皆さんどうですか？小さい子供とかお子さんとかと向き合ってられますか？なかなかね、自分がね、忙しい状況になればなるほど、ちょっと今もう待って、後で話すわとか、結構日本ではね、忙しい人が多いがゆえに、子供をないがしろにしてる人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、村の大人たちはね、しっかりと、病院のね、院長の先生まで、しっかりとね、3歳の子に向き合ってたんですね。それはね、なんか自分のために話してるっていうことを院長先生が言ってました。やっぱり自分の中にある軸っていうのを確かめるときに、やっぱりどういう思いで病院を始めたのかっていう、そこに立ち返るときはとても必要だっていうことをね、言ってくれてたんですね。それで一番立ち返るために最善な方法っていうのは、やっぱり子供に話すことやっていうんですよね。大人だったらね、結構言葉をはしょったりとかも分かってもらえてるっていうので、ある程度かいつまんで話すと思うんやけど、子供だとしっかりと丁寧に、分かりやすく、子供でも分かる言葉で一から伝えるでしょって。そしたらね、自分の心の中にある軸がね、強固なものに、しっかりしたものになってくるんだよっていうことを僕に言ってくれていました。結構ね、日本でも思うのは、車をね、僕いろんなところ車で走らせて、トークショーとか展示会とかで全国回ってるんですけど、子供のための未来よとかって議員さんの看板とかをね、よく道で目にしますけれども、その時結構ね、僕は思うのは、この人たちって真剣に子供と向き合ってるんやろうかなって思う時がよくあります。投票とかですとね、やっぱ大人にならないと投票できないし、投票対象というのもね、どうしても頭の中でぐるぐる回ってくるし、決めがちだと思うんですけれども、未来を変えたい、未来を良くしていきたいっていう大人こそですね、子供にしっかりと自分の思いを伝えるということが大切なんじゃないかなっていうことを僕は思っています。やっぱ子供とね、話すと初心を思い出すというか、心がね、素直になるっていうことを言ってました。やっぱりダメなことはダメなんだっていうことを、子供のね、前ではね、なかなか大人って嫌なことを言ったり、変な悪い知恵が働いたりっていうのはないと思うんですよね。だからこそね、フラットな素の状態で自分をさらけ出せるっていうのが、損得感情ないのでね、子供と話すときには。なので、子供と話すことが必要なんじゃないかっていうことを、村の人はよく言っていました。僕はびっくりしたのはね、ある日僕はね、ダラダラっていうミニバスに乗っていたんですけども、その運転手さんがね、僕はね、友達なんですけども、よくね、朝ね、おはようとかって言いに行って、今日調子どうとかって言いに行くんですけど、ある日ですね、朝、今日も会いに行こうか、ことで運転手さんの、バスをね、ちょっと洗ったりしてるところに行ったらですね、2歳半ぐらいの子供の腕を引きながら、バスの運転手の仕事のやりがいについてコンコンと語ってたんですよ。で、僕は、嘘やろと思って、2歳の子ワンワン泣いていて、もういい。もういいから手離してって言ってるんですけど、バスの運転手さんは、42、3歳ぐらいだったんですけど、どういう思いで自分がバスの運転手になろうとしたのかとか、今どういう思いでみんなを運んでるのかっていうのを、こんこんと話してるんですよ。いや、もうやめてって言ってるんですけど、バスの運転手さんはね、ここで俺が自分の思いを話すことをやめたら、今日一日を俺はどんな気持ちで過ごしたらいいんやって言ってるんですよね。びっくりしまして、あ、そうなんやっていうことで、なんかそれが大切なのかなって、そこまで自分の思いを語ってくれる大人を子供は見るから、明るい未来をこの村は、文殊村は描いていけてるんじゃないかなっていうふうなことを思いました。なかなかね、小さい頃とか、振り返ってみると、そこまでして自分の思いを熱く語ったり、日常でそれをやってる大人って、日本にはね、すごく少ないかもしれないし、僕が小さい時はあまりいなかったような気がするんですけれども、だからそういうことを丁寧にやっていくことで、自分の軸がぶれなかったり、自分はなぜこういうことをしたかったのかっていう原点に立ち戻れたりっていうことがあると思うんです。なので、皆さんもね、ぜひ自分の原点、軸をしっかりグッと一本持つためにも、自分の思いっていうのを子供に話してみてはどうでしょうか。近所の子でもいいしね、親戚の子でもいいし、子供の前ではね、こう話さなあかんのかなとかもないやろし、やっぱ自然体の自分が出ると思うんですよね。僕は村でもそうでしたし、なんか子供の前で話す自分っていうのが一番素直やなって思ってました。皆さんもどうですか？子供の前で話してる自分、想像してみて、素直な自分でいれるでしょうか？大人に話す時よりもいれるんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。で、本当にね、忙しい日本ですし、気がつくともうものすごい渦の中に巻き込まれてハッとする時があると思うんですけれども、極端なことを言うと、自分の軸を整える一番最善の一番ベストな方法は、子供に真剣に自分の思いを話すことということで、アフリカのブンジュ村の人から言われました。なので、どうしても大人の前では真剣に話すよと、子供はわからないからあまりそこまで真剣に話すことはないよっていう日本の方も多いと思うんですけれども、言葉を噛み砕けば噛み砕くほど自分の心の中にある軸はしっかりしてくるということを向こうの人が言われた時に、確かにそうやなっていうふうに思いました。誰でもわかる伝え方で難しい言葉を使わずに自分の思いを話せた時に、本当にね、自分の心の中にある素直な部分が出てくるんですよ。自分も小さい頃の時の自分、僕は今も擦れてないんですけど、擦れてないピュアな状態の自分っていうのが子供の前では出てくるんですよね。なのでね、皆さんもね、子供をね、どちらかというと日本ではないがしろにしがちな人が多いと思うんですけれども、自分の軸を整える一番の方法っていうのは、真面目に子供の前で自分はどういう思いで生きているのか、そしてどういう思いでこれをやってるのかっていうことを話すこと。それが自分が生きやすい、本当の自分が望んでた生き方ができるようになる一番いいきっかけになることだよっていうことを、村の方から言ってもらいました。ぜひ皆さんもね、近所の子、自分の子供でもいいんですけれども、ぜひね、どういう思いで生きてるのかっていうことを子供の前で話してみてもらえたらなと思います。子供の前にね、立つと嘘はつけないんですよね。なんで弱さもなぜか出せちゃったり、自分のちょっとした凄さもね、思いっきり話せたりとか、本当の自分がね、出てくると思います。なので、皆さんもぜひ子供に真剣に向き合ってもらえたらなと思います。子供と真剣に向き合うことで、自分の軸はしっかりしてくるっていうお話でした。今日も皆さんありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。またね、自分の大切な方にこういうチャンネルあるよということで、僕も頑張って配信しますので、伝えてもらえたらなというふうに思います。今日も皆さんありがとうございました。